私はダチョウに出会って人生が180度変わったダチョウ飼育員。お？卵とろう。新年早々卵が生まれています。網を伸ばしてと。地味に遠いところよ、頑張れ。届いた。無事2023年初の卵取れました。綺麗でいい卵ですね。珍しい卵を見つけました。それがこれ。じゃーん、最小卵。通常の大きさの卵と比べても一目瞭然。同じダチョウの卵とは思えない。手のひらに乗っちゃいますね。重さを測ってみよう。普通の卵が 1541g。 小さすぎて輪の中に落ちちゃいそう。219g でした。手のひらサイズの可愛い卵でした。あんなに遠くに卵発見。入って取るしかないかな。蹴られないようにしよう。メスとはいえど大きいので注意。お願いだからおとなしくしててね。ゆっくりゆっくり、刺激しないように。隣のオスの足元にあって取れない。よし、踊っているうちに取ってしまおう。卵ゲット。出るまでが長い。スマホに気を取られているうちに。フグリンチョ。スリル満点でした。無事に生還。